こんにちは、川勝の健です。展示会終わりました。ありがとうございました。11月13日オフ会と21日自由が丘22から28の京橋開催したんですけど、合計で300人以上の方来ていただいて、僕の予想を超えてたくさんの人に来てもらって、本当に嬉しかったです。今回の展示会では革靴の展示と物販、ちょっとね、キーリングとトートバッグというのを販売したんですけど、こちらも本当に好評で、キーリングが120個ぐらい、トートバッグが60個ぐらいかな、買っていただきました。ありがとうございます。この動画では展示会をやってみて、どんな様子だったのか、どんな方々が来てくれたのかっていうところと僕の感想、あと最後に展示会場の様子をお見せしたいと思います。来てくれた方々はですね、もちろん僕が SNS とか YouTube で発信してるので、それをご覧になってくれた方がほとんどです。一部京橋ではね、あそこオフィス街だったんで、平日だとちょっと昼休みに通りすがりのサラリーマンとかがちょっと見に来てくれたりみたいなこともありました。メインは普段動画とか見てくれてる方々だったんですけど、この関東近辺に住んでる方だけではなく、飛行機とか新幹線に乗ってわざわざこの展示会のためだけに来てくれる方っていうのもいらっしゃいました、ね。どうしても見たいから展示会来て、でこの後すぐ帰るんだっていういや本当にね嬉しかったです。で今年の7月ぐらいに森陣から植物と革靴で分岐して、僕は今革靴の剣というチャンネルでやってますけど、その前の森陣の活動期間が1年半ぐらいやってたんですよね。でその森陣の頃から見てくれてる方も結構いらっしゃいまして、古い方だと、登録者が1000人以下ぐらいの時から最近よくコメントくれるようになった方も、来てくれたり、あとテレビからね、テレビで知って最近動画めっちゃハマってるんですよとかいう方、いろんな方がいらっしゃいまして、ほんと革靴っていうマニアックな分野なんですけど、いろんな人がね、年齢層も幅広く男性も女性も来ていただいて、やっててよかったと本当に思いました。そういう普段見てくれてる方は、こう扉入ってきた時に「あ、本物だ」とか言って「いやいや僕ねそんな普通の人ですよ」と思いつつも「いやこんにちは」って言ってちょっとね握手したりとか一緒にね写真撮ったりとかして、今まで僕ねこう YouTube でネットの開発動画メインというかそれしかやってなかったんで、こうやってねリアルの人と会うの初めてだったんで、いやーなんか初めての体験でしたね。で革靴にねめっちゃ詳しい人も来てくれるんですよ。でそういう方結構ねいろいろ話してたんですけど、あの時はこういうものがこうだったんだとか、僕はね全然革靴好きになる前、むしろ生まれる前ぐらいの話とか、ビスポークのこの工房はこういう感じなんだよとか、こういう材料はこうこうこうなんだみたいな、それ全然知らないことも逆にね教えてもらうみたいなこともあって、靴職人としてもそうなんですけど、単に靴好きとしてもめっちゃ興味深かったですね。で逆にね高校生で買えないけどちょっと動画が好きで見てて実物も見に来ましたっていう学生さんとか、あと製菓学生さん、靴を作る学校に通ってらっしゃる学生さんもね来てくれて、やっぱりね自分の作った靴とか履いてこられるんですよ。でちょっとねその靴も見させてもらったりして、あこれ底材なんですかとかアッパー何使ってるんですかとか、いろいろ聞かせてもらったりとかで、ケンさんならどういう風に作りますみたいな、そういう、ちょっとしたねアドバイスなんかをね恐縮ながらさせてもらったり、いやいろんな話をしました。あとオフ会に来てくれた方がまた京橋に来てくれるとか、自由が丘で来てくれた方が京橋にも来てくれる、あと全部来てくれる方とかいらっしゃいましたね本当に何度も来ていただいて、結構ね「あありがとうございます」みたいなね、ちょっと顔見知りみたいになったりしていやー楽しかったですね。あとね差し入れもめっちゃいただいたんですよね。終わってからいただこうと思って紙袋がいっぱいね今家に並んでます。今からいただきます。あとね動画によくコメントくれたりとか、あとライブで結構コメントくれる方、実際にお会いしてYouTube なんとかっていう名前ですって言うと「あああの方で」って言うんですよ。そうするとなんかね初対面なんですけど、あんまり初対面という感じがしないというか、それだけでちょっとね一気になんか打ち解けるというか不思議な感覚ですね。あと僕森陣の時に6月ぐらいかな、オークションをやったんですよね。僕のコレクションしてた中古の革靴をちょっと整理するためにヤフオクに出してっていうのをやったんですけど、そのヤフオクに出した靴を落札した方、結構来てくれました。半分以上ですね、あの時ね12足ぐらい出したんですよ。そのうちの半分以上の方が来てくれました。でその靴履いてきてくれたりとか、ちょっとね今日は履いてこなかったんですけど大事に履いてますって言ってくれたりとかね。あと面白かったのは、僕の革靴を売った方が買ったんだけどちょっとサイズ合わなくて、でもまた売りに出してそれを買った方が履いてきたみたいなちょっと回ってるんですよね、革靴が面白かったな。僕もその革靴履いててコレクションしてたんで結構記憶あるんですよね。パッと見た時あってわかるんですよね。そうするとなんか再会、あ久しぶりみたいなね、靴に対して思ったりとかっていうのがありました。あとはいろんな靴ね履いてきてくれるんですよ。僕結構コレクションしてた時にいろんなメーカーの靴を買おうっていうのを心がけてたというか、いろいろ買ってたんですけど、やっぱ革靴のメーカーめっちゃいっぱいあるんで、買えなかったものとか、あと全然売ってないレアものとか、ヴィンテージとか、あとビスポークとか、やっぱりね来られる方革靴好きの方々多いので履いてる靴がいいんですよ。こんにちはって言って展示を見てもらってるんですけど、その間僕はねこうやって後ろで「あなんだあの革靴ジョン・ロブだな」とかね「あトリッカーズ・ストーだな」とかって思いつつ、でちょっと頃合いを見計らって「その靴ってあれですか?」とかねちょっと珍しいのは「その靴なんすか?」って言ってちょっとね話聞いたりとか、ね、触りたくなっちゃって僕触らせてもらうとか、あとはもうねわざわざ脱いでもらってね。こういう風になってるんですねちょっと触ったりとかっていうのをさせてもらって、もちろんそういういろんな靴を作るのは靴職人としても勉強になるんですけど、普通に単純に靴好きとして、あこんなのあるんだ、あこの革靴見たかったんだよっていうね、いっぱいありましたそういうね革靴見せ合う会っていうの今後やろうかなって思うぐらい楽しかったですね。あと靴関係の業界の方も何人か来ていただいて、ちょっとね今度工房行かせてくださいっていうね話を何件か約束しましたので、また近いうちに動画でちょっとお出かけ動画でちょっと、ね、撮らせていただきたいなと思ってます。やね、あとね革靴関係の方来られるとやっぱりめっちゃ詳しかったりとか、僕の知らないこの業界事情みたいなのをたくさん知ってるんで、長々話し込んじゃってね1時間とか余裕ですね1時間2時間弱とかね話しちゃってねやっぱ止まんないですね話が、はい、でこうやってね展示会をやって、やっぱ思ったのはね、ネットでいつもやってて YouTube というかね Instagram とか Twitter とかコメントとかねこうメッセージもらうんですけど、いやそれは本当に嬉しいんですよ、ありがたいです。でそれで元気もらったりするんですけど、やっぱりねリアルはね格別ですねリアルはねやっぱ対話がその場でできるし、わめっちゃかっこいいですねってね、こうずっと見てくれてる方とかって、いやほんと靴好きなんだなっていうのがねこうにじみ出てたりとか、そうあけんさんっつってこう笑顔になってるとか、いややっぱりねリアルは格別ですもちろんね1週間以上やってたし、その準備の期間も長かったんで、いや正直めっちゃ疲れたんですよ。で寝る時間もどんどん削らざるを得なくて、多分展示会最後の方は結構顔死んでたかもしれないんですけど、いやでもやっぱりねそうやって実際の人と会って話せるとなると全然いけますね。あと1週間でも多分、まあ、疲れながらもいけたんじゃないかと思うぐらい結構ね元気が出るというか楽しかったです。いや本当に展示会やってよかったですね。来てくれた方々本当にありがとうございました。それと展示会は友人と家族に手伝ってもらいました。まあ、準備もそうなんですけど、その当日も僕一人でいるってことはなくて2人でやってました。でねちょっとねまあ個人的な話なんですけど、来られた方僕ともう一人いたと思うんですよ。で当日いたのは僕の友人と母が交代で、いてくれて、友人についてちょっとお話ししますと友人は、僕がねずっと革靴を3足ぐらいかな作って、まあ、当日もね、履いてた昔ね森人でねカリアッパーマンっていうね名前で実はちょっとだけ登場してたりねしたんですよ。でその友人は僕の中高一貫行ってたんで中高の友達で、でずっとね手伝ってくれて、実はねブログとかもちょっと手伝ってくれたりして、今回本当に助かりました。でもう2人友人がいて、でその2人は夫婦なんですよ。でどっちも僕の友達で、っていうか僕が紹介したんですよ。1人は僕の小学校の友達です。でもう1人は僕の大学の友達です。でこの大学の友達というのが実は僕の革靴のハマるきっかけとなった友人で、僕のね前自己紹介の動画で大学の友人が靴屋さんでバイトをし始めて、そこからちょっと革靴を知ったっていうね話をしたんですけど、そのきっかけになった友人で、その友人と僕の小学校の友人をちょっと紹介したら結婚して、で今回夫婦で2人で手伝ってくれたというね。いやーなんかねこう普段ね僕身内の話とかあんまりしないですけど、本当に助かりました。持つべきものは友ってよく言いますね、本当にありがとうございました。母親も当日手伝ってくれたりとか、あとで、父親も展示台の制作とか箱の制作とか手伝ってもらったり、あと妹もう家族総出ですよ。妹は名刺をデザインしてくれたり、あとこういうねこの展示会のポスターとか、あと抽選販売のポップとかイルレガルのポップとかも妹がちょっとねデザイン関係のあれなんで、それをね手伝ってもらったりして本当に助かりました。また友人とか家族にはそれぞれお礼の会をしようと思ってます。ありがとうございました。ということで今回の展示会6足展示して見ていただいたり試着していただいたりしたんですけど、この靴販売します。販売の概要はブログに書いてありますので、概要欄からチェックしてください。でね6足というね、まあ少ないんですよ。なので抽選販売とオークション販売というちょっとね普通とは違った形態で販売するんですけど、ちょっと初めてですが温かく見守っていただけると嬉しいです。で今後の予定としましては、今回みたいな既製靴はやりつつも、来年から徐々にビスポークもやりたいなとは思ってます。まだね詳細な金額とか日程とかね、こうどういうやり方でやるかっていうのは検討中なんですけど、また決まり次第いろいろお知らせしていきたいと思います。ということで本当に展示会ありがとうございました。本当にやってよかったです。また来年展示会もねやりたいと思ってますので、その時はまた是非ご来場ください。では最後に展示会の会場の様子ご覧いただいて終わりにしたいと思います。それでは川勝の家でした。玄関にこれ飾っといたら、ちょっと平べったくなっといて、結局そんなにつま先ってでもそんなイメージそんな感じですね。自由が丘でやってます。なかなか盛況でたくさんの人がね来てくれて嬉しいです。今日はねネクタイをねたくさん持ってきたんですよ。スーツをね着る機会あんまりないので、せっかくならネクタイ変えようと思ってたくさん持ってきました。このアルニスのお気に入りのオレンジのネクタイに変えました。気分で変えます。